おはようございます。おはよう、マミミン。危ないとこだったね。あとちょっとで遅刻だったよ。してないんだから別にいいでしょ。マミミ、そうとも言えないかな。プロデューサーがメンバー全員を集めて話をすると言ったからには、もしかしたら私たちの今後に関わるとても重要な話があるかもしれないよ。でも小金ちゃんがまだ何かあったのかな。あー、間に合ったばい。みんなおはよう。小金、残念だけど間に合っていない。ほら、壁の時計を見てごらん。まあまだプロデューサー来てないし、ノーカンってことにしとこ。ゆいかは優しかね。ありがとう。でもこれでみんな揃ったことだし、何があるのか早く知りたいところだね。お仕事関連なんじゃないかと思うけどね。今さら5人集まって特訓しましょうなんて話もないでしょ。集まって練習ってだけなら普段と変わらないしね。アイドルらしい仕事やったらよかね、キリコ。うん、私にできることだったらいいけど。おはよう、プロデューサー。うん、みんな集まっているよ。今日はなしでうちら全員集められたと。それってレッスンいっぱいするってことですよね。めんどくさそうなんですが。急がんこと言わんと。マミミだってライブしたから。大きい声出さないでほしいんですけど。こんなよかニュース聞いて盛り上がらん方がおかしか。ほら、マミミもやる気出さんで。ああ、逃げたら余計面倒なことになりそう。そうだね、マミミも一緒に頑張ろうじゃないか。はいはい、わかりました。やる気十分って感じだね。当たり前ばい。せっかくのデビューライブなんよ。全力でやらんと。最初から飛ばすもん。ステージの上ではまず体力が必要ばい。気張って飛ばしたよ。お、それは賛成。アイドルたるもの、根性を見せなきゃいけない時もあるもんね。で、小型的にはどんなメニューを想定してる感じ？
鉄砲すぎ。もう一回考えてみた方がいいんじゃない？やってみれば絶対できるったい。みんな行くばい。はい。うん、やってみようか。で乗っちゃうの？体を動かすこと自体は悪いことではないからね。ほらゆいか、一緒に頑張るさ。ああもうこのタイミングで名指しとかほんとやめてほしいよね。マミミンもファイト。結局みんな走るの？私は周回数える係ってことで橋の方にいます。そんなこと言わずに頑張ると。ほらほらすぐ差がつくとよ。みんな頑張れ。無理をする必要はないよ、キリコ。自分のペースでゆっくりやろう。ごめんなさい。皆さん、どうぞお先に。これでゴールだ。途中でバテた小金が最後だったね。でもおかげで体はバッチリ温まったわい。今のね、基礎体力作りは終わりたい。ステージの練習はここから。思ったよりきつい練習が好きなんだね、コガネ。次のメニューも楽しみだな。ちょい待ち、さすがに今すぐはきついかなって。次の練習はみんなお待ちかねのやつばい。みんな盛り上がっとっと。なるほど、 MC の練習だね。これはユイカの出番じゃないかな。王子は人を煽るのが得意であらせられる。三峰疲れてるっていうのにさ。うみんな、三峰たちのライブに来てくれてありがとう。初めましての人もおなじみの常連さんの人も思う存分楽しんで乗りまくってってよね。そうそう、それさ。一階席のみんな、ほら、まあ、耳もやらんね。一回だけでいいけん。はあ、本当に一回だけね。みんな楽しんでくれてる？楽しんでるとこ悪いんですけど、もうそろそろ終わりにしたいと思います。ちょ、マミミ？マミミらしいね。でもこういうのもありだったりするのかな。私らしいってことはこのレッスンはもう十分ですよね。十分じゃなかよ。これじゃきっと盛り上がり足りんばい。ゆいかちゃん、どうしたの？いや、MC の練習も楽しかったんだけど、三峰たち先に決めとかなきゃいけないことがあるなと思って。どういうことだい？ユニットのコンセプトだよ。
まだ決まってなかったじゃん。ユニットのコンセプト？例えば MC で考えてもいいや。来てくれてありがとう、楽しんでってね、なのか、今夜の集いから返す気はありませんから、なのか、どういうアイドルになりたいかはっきりしてないとどっちがいいかってわからないよね。まあ簡単に言うと、走るにしたって目的地が必要じゃないって話。さすがユイカバーイ、確かに考えなくちゃならんね。どうせ決めるならちゃんと私たちっぽい感じにしておかないと後で困るんじゃないの。うちららしい。うちらってどんな感じやろか。考えてみると、私たちはお互いのことをあまりよく知らないのかもしれないね。それでは私たちらしいコンセプトは見つからない。もっと理解し合わないと。オッケーオッケー、じゃあとりあえずカラオケに行こう。飲食オッケーで歌えてはしゃげる、そして防音、これ以上至れり尽くせりの場所他に知らないけど、どう？それはよか、すぐ行くばい。キリコはどう思う？その私はみんなの邪魔にならないように気をつけるね。何を言うとるたい。うちキリコと一緒に歌いたか。こ小金ちゃん。そうだよキリコ、お互いのことをよく知るためなんだから遠慮はいらないさ。うん、ありがとう。私頑張らなくっちゃ。よし決まりたい、とことん歌うばい。さっきまで走ったり喋ったりだったのによく喉がカラカラにならないね。へっちゃらばい、カラオケは別腹やけんね。わあ、綺麗で広か部屋やね。このカラオケボックスは当たりばい。確かにこれならみんなでゆったりできそうだ。さて誰から歌う？はいはーい、うちから歌ってもよか。まずはうちが盛り上げるとみんな続くたい。うちの故郷長崎を歌った演歌からいくよ。さすがコガタン、聞かせる歌って感じ。コガネちゃん上手だった。そう言ってもらえると嬉しか。この歌うちのお箱の一つやけん。さあさあみんなどんどん入れてくたい。うわーゆいか、それよかねこれならみんなも歌えるでしょ。ほらさくやもマイク持って。私も一緒に歌っていいのかな。こういうのはみんなで盛り上がってこそだからね。3人も後でマイク回すから覚悟しといてよ。うわー参加型のライブみたいばい。みんな予約が切れとうよ。マミミは何を歌うと？特には。みつみね、マミミの美声でノックアウトされたいな。普通に喋ってるんでそれ聞いてください。違うじゃん、そういうことじゃないじゃん。お、それマミミンがよく聞いてる歌じゃない。あ、ちょっと人が使ってるんだから横からリモコンいじんないでよ。これ入れてみない。うちもマミミの歌聴きたか。入れてほしか。
1、2、3。おお、へえ、ゴシック系といえばいいのかな。意外だけどキリコはこういう曲が好きなんだね。うちは古漢曲あんま聞いたことなかったばい。でもかっこよかね。私はちょうどこういうの時々聞いているんだ。結構好きかな。そうなんだ。王子様路線だけじゃないとは、昨夜ったら多彩だね。ありがとうユイカ。こういった曲にはマミミのイメージもあるのだけれど。まあ嫌いではないですね。割とみんなの共通項だったり。いやー、まだまだお互い知らないこともあるんだね。誰か次の曲。キリコすごく良かったよ。私も次はこういった趣向の曲を入れようかな。うちこれでやってみたか。お、ユニットのコンセプトばい。うちらはゴシックでやってきたか。なるほど、それはいい考えかもしれないね。衣装にもいろいろとこだわりが出せそうだ。私はそういうの好きだけど、みんなはいいのかな。みんないいって言ってるんだと思うけど。そうそう、共通の趣味を見つけるのって難しいし、これはキリリン大手柄だよ。よーし、決まりたい。うちらのユニットのコンセプトはゴシックばい。はい、質問。ゴシックって言ってもいろいろあると思うんだけど。いろいろ？うちはよくわからんけど、なんとなく、黒い吸血鬼とかのイメージたい。それはかなり限定的かな。もうちょっとこう、お人形さんみたいなやつとか、上品な感じのとかもあるよ。うん、ふわふわした袖とか、レザーの古めかしい雰囲気のとかも素敵だよね。なるほど、簡単には決められそうにないな。ゴシック、なかなか奥が深そうだね。絞っていくんだったら画像とか見つつ詰めた方が。時間はなさそうだね。そうだね、ここは出ようか。もっと話を続けたいところだけど。それじゃあファミレスにでも行ってアイデアを詰めていくばい。こういうのだよ、サクヤン。白と黒でフリフリがいっぱいついてるの。これか。なるほど、確かに素敵だね。ただ、私に合うかな。心配なかったよ。サクヤなら似合うばい。それに、こういうコスロリは、定番やなかと。でも、サクヤさんは、フリフリを控えめにしてもいいのかも。繰り返しますけど、ゴシックにもいろいろあるから。ゴスロリ以外も射程圏内だよね。もうちょっと探してみよっか。はあ、コンセプトって言っても細かく考えると難しか。とりあえずはビジュアル面の話になってしまうけれど、コンセプトと衣装はどうしても直結してしまうし、衣装はユニットのイメージそのものだから
しっかりと作り込まなくちゃならない。実際の衣装として考えるなら、自分たちが着て踊るってことも考えとかなきゃだしね。三峰たち、お人形じゃないし、可愛くても動きにくかったらアウトだもん。そうばい、衣装。うちら今、うちらの衣装のこと考えとるんよね。今さら？だからこうやって集まってるんでしょ。その通りばい。でも、なんやろ、今になってドキドキしてきたばい。コンセプトが決まると衣装も決まるってとこまでうちの中でつながってなかったとね。きっとキリコ、そっちの雑誌見せてもらってよかと。すごか衣装着てステージに上がるんがうちの夢やったとい。そうすればたくさんの人に見てもらえると、きっと見てもらえると。小金、その夢がもうちょっとで叶うとよ。小金ちゃん、そうだね、小型ならできるよ。どこにだって届けられる。よーし、であれば衣装案出しも張り切りたいところですけども。いい加減、もっと具体的なとこを考えなきゃいけないんじゃない？ほら、ピアスとかチェーンとか小物だって使えるわけだし。雰囲気出るよね。カスタムしないと楽しくないし。こんな感じとか。うん、なるほど。ちょっと個性的になるね。いや、個性的っちゅうなら白塗りとか。みんなお人形みたいな顔になると。それバンドっぽくない？注目されるかもしれんよ。みんながせんでもうちはする。落ち着いて小型、注目はされるかもだけど、それじゃあ小型だって分かりにくくなっちゃうよ。あ、それじゃ本末転倒たい。それよりこっちの見せ方の方がさ。あくまで希望だから、問題がなければこれで行きたいということなんだけどね。プロデューサー、どうだろう。やったばい。さすがプロデューサー、話が分かったのに。いい営業材料でしょ。感謝してくれていいよ、プロデューサー。よかった。ありがとう、プロデューサー。頼んだよ。なんか、すごい積極的なんですけど。そう言ってもらわんと困るばい。練習は頑張って、その衣装着て、絶対最高のデビューライブにするたい。小型ん、ご機嫌だね。今日届くのはまだ仮の衣装だよ。わかってる？わかっとるよ。でも、うちらの初めてのアイドル衣装を見れることに変わりはなか。今日届いた衣装をもっと良か形にするんじゃろ。最高だよ。まだ今日の分も見てないのに期待しすぎ。
業者さん早く来てくれるといいね。やあ、みんなお待たせ。お楽しみの衣装が届いたよ。今プロデューサーから受け取ってきた。私まで運ばされるとか、結構重いんで早く降ろさせてください。手伝うね。ゴスロリのテイストがベースになってはいたね。でもうち、もうちょっと違う感じになると思っとったばい。それは同意見。なんかこう、割と普通な感じに収まっちゃってたような。うん、そうだね。業者さん、衣装はすぐ持って帰っちゃったけど、あのまま完成になると？ねえ、思い切ってみんなでアレンジしちゃうってのはどう？それって、縫ったりとか、形を変えちゃうってこと？そう、ベースが悪いわけじゃないんだし、足りないものは足していけばいいのかなって。昔の偉いお姫様も言っていました。パンがないならケーキを食べればいいのだと。好みの衣装がないのなら、チャラッと作ってしまえばいいのです。もちろんこっちは編んだしまでで、最後整えるのは業者さんにお願いすべきだけどね。自分たちでアレンジをするべきばい。一生に一度のデビューライブやけ、みんな納得できんまま進めるのはよくなかよ。そうだね、私もできることはやっておきたいな。あの私、スカートの端を絞りたいなって。おお、いいんじゃない。そっちの方がキリリンに合いそう。そういう具体的な提案があったら、ぜひ聞いていきたいな。はい、はいはい。それやったら、うちもいっぱいあれたよ。じゃあ三峰、もう一回衣装を取り寄せたいってプロデューサーに頼んでくるね。じゃあ、私はちょっと用事があるんで、帰ります。あ、用事？でも、今アレンジの相談ばしとるとこ。私は一旦パスで。お疲れ様でした。行ってしまったばい。マミミ、どげんしたとやろ。今、マミミンとすれ違ったけど、どうしたの？衣装会議、もう落ち着いた？用事があるって、先に帰っちゃって。これからってとこやと思ったんやけど。ところでユイカ、プロデューサーはなんて？うん、それなんだけどね。取り寄せる努力はするけど、今日の仮縫いで出た寸法直しが優先だし、納期的に難しいって話でさ。そうなのか。なかなか思ったようにはいかないね。ってなわけだから、今日は解散ってことにしない？これからどうするかは明日じっくり考えようよ。うん、それがいいね。なんかすっきりせんけど、そんなこともあるばい。しょうがなか。また明日ね、みんな。ユイカ、私はちょっとマミミの様子を見に行ってくるよ。うん、助かる。
そっちよろしくね、サクヤン。はい。その、すぐに帰る気になれなくて。それも、あるんですけど。もしかして、まみみちゃん、無理に付き合ってくれてないかなって。プロデューサーさん。ございます。あの、まみみちゃん。おはよう。おはよう。あの、どうしたんです？衣装のこと、本当にゴシックでよかったのかな。はい。ああ、コンセプトの話？今さら何言ってるの？その、仕方なく付き合ってくれてるんじゃないかなって思って。昨日も途中で帰ってたから。私は別に不満はないけど。でも、キリコがそう言ってくれたのは意外かな。気にしてくれたんですね。はい。まみみちゃん、これ。受け取ってもらえると嬉しいんだけど。いいの？でも、どうして？どうしてって、内部で使わないと意味はないかな。キリコには、もっと腕を包むタイプのが合うと思って。まみみちゃん、まだみんなもいないし、大げさにしないで。単なる思いつきなんで。ありがとう。おはよう、キリコ、マミミ。マミミは珍しく早くね。マミミ、えらい荷物だね。革ベルトに、モノクルに、懐中時計？マミミ、ほら、早くみんなに教えてあげるといいんじゃないかな。もしかして、昨日はこれを買いに？アレンジするなら、いろいろ材料がいるでしょ？昨夜に手伝ってもらって、買い物してきたんで。これ、みんなの分、見てくれたらいいんじゃないかと。
急に何？うち、もしかしてマミミは真面目にやるの嫌になったんかと思って疑っとった。本当にごめん。はあ、そういう。別に小金は悪くないでしょ。私も何も言わなかったし、気にしなくていいから。それよりこの大きい歯車可愛くないですか？小金なら胸元につけるといいと思うんだけど。だね。さあどうだか。肝心の衣装がないんじゃ意味がないんで。スケジュールが厳しいと聞いていたけれど、大丈夫だったのかい？おー、やったるばい。響きだね。へえ、それが三峰たちのお名前なわけね。横文字でかっこよか。うち気に入ったばい。悪くないんじゃないですか。今日はいろいろなことが決まっていて嬉しいね。あとは私たちが思い切り頑張るだけかな。よーし、アンティータ始動ばい。早速衣装のアレンジをするったい。マミミ、その帽子もらっていい？どうぞ。元から三峰のって思って買ってきてたし。シャレスキル恐ろしいわ。欲しいもの全部当てられちゃいそう。まあやれなくはないんじゃないかな。ねえキリコ、このベルトと合わせるならこっちの布で問題ないかな。うん、大丈夫だと思う。小金はなんだか機嫌が良さそうだね。だってすっごく楽しかよ。衣装のことももちろんなんやけどね、みんなでユニットを作っとるって感じばい。本当に嬉しかよ。だったらここはあえて小金が先に出ることを前提に、私とユイカで一緒にフォローするのはどうかな。二人ともごめん。いやいや、その方がいいんだって。サビ前なんだからがっつり盛り上げよう。勢い大事だよ。あとさ、ソロのところなんだけど、キデリンに思いっきり目立ってもらう感じどう？
私、いいのかな。大丈夫さ、キリコならきっとお客さんを魅了できるよ。やってみるばい。これはキリコにしかできんことやけん。私、やってみる。それじゃあ、私はここで一回休むから。本番中は休まない。あれ？惜しいな。勢いでいけると思ったんだけど。マミミったら油断も隙もないんだから。でもあれだね、その貪欲さに免じてそろそろ休憩にしてもいいかもね。そうだね、少し休もうか。キリコ、うん、平気。みんなについていきたい。ちょっと肩に力が入りすぎているかもね。ちょっと失礼するよ。さくやさん、肩もみなんて。遠慮することはないさ。やっぱり少し凝っているようだね。そんなに気になるかい？じゃあキリコも肩を揉んであげたらいいんじゃないかな。ほら、お疲れのレディーがもう一人いるよ。サクヤさん、うん。あれ、なになに、キリリン肩揉みしてくれるの？ゆいかちゃんがいいならだけど。いいに決まってるじゃん。わあ、極楽極楽。この幸せ、誰かに分けてあげないと。というわけで、とりゃーターゲットはコガタンだ。おー、ゆいか上手やね。気持ちよっかよ。それじゃあ次のお裾分け先はマミみたい。巻き込まないでほしいんですけど。もうちょっとくすぐったいんで。さあ、じゃあマミみは私かな。仕方ないなぁ。はーい、どうですか？ありがとう、気持ちいいよ。あー、よっかー、一日の疲れが取れていくばい。こんなに疲れるまで練習してたと思うとげんなりしちゃうけど。でも私、みんなといるの楽しい。そうやね、ライブが終わるのもったいないような気もするけん。でももったいなくても取っておけないしね。楽しいことは残さず楽しんどかないとだよ。それに気にすることはないだろう。ライブが終わっても私たちは一緒なんだから。みんなのお天気なんだね。まあ退屈はしなさそうだけどさ。
装も早くお披露目したか。ステージが呼んでるばい。三峰もバッチリだよ。任せといて。うん、楽しみ。私も準備万端かな。ここまで来たらもうやるしかないですしね。マミミの言う通りやけん、みんな思いっきり行くばい。デビューライブやっちゃるけん。おありがとうございました。それじゃあ皆さん、記念に写真を撮りますよ。はい。もしもし、あずきちさん、シャッターはいつ降りるのでしょうか。え、もう押しちゃいました。うち多分目はつぶったまま。あずきちさん、突然はダメでしょ。仮にもアイドル、写真は商材、掛け声をください。仮にもなんて言っちゃダメですよ、三峰さん。皆さんは立派なアイドルなんですから。ではもう一枚いきますね。気分は最高。はい、いいのが撮れました。うん、みんないい表情をしているね。うーん、バリ楽しかった。うちらが揃えば最強だ。ほんとほんと、みんな初めてのライブなのに全然緊張してた感じしないしさ。そういうユイカこそ緊張とは無縁のステージだったんじゃないかい。そう見えた。三峰さすが演技派だな。でも残念、内心バックバックだったんだよ。確かに私もとても緊張していたからよくわかるよ。でもステージに立った時、不思議と緊張がほぐれたんだ。みんなと作ったこの衣装が力をくれたんだね。あ、それはうちにもわかるパン。みんなと頑張ってきたって思い出せて元気が出たという。マミミ、この歯車の飾りありがとうね。ちょっと抱きつかないでって。それに私じゃなくてキリコのおかげでしょ。コンセプトまとまってなかったかもしれないんだから。私はそんな、みんなと一緒にいさせてもらっただけだよ。でも歯車の飾り、ステージでキラキラしてたね。うんうん、三峰たちって感じがしてよかったよ。そうだね、本当に私たちらしかった。5つの歯車はここから回り始めるんだね。よーし、このままの勢いでウィングに優勝してポップアイドルたい。おーっと、コガタンってばまた大きく出たね。でも不思議だよ、コガネが言うとなぜかできそうな気がする。私はこんなに疲れるのもうゴリゴリかも。何言っとうと、絶対にウィング優勝するっぽい。マミミは途中で怠けようとするのを直さんと。
私だけ？私より三峰は立ち位置ミスりかけたでしょう。ミスりかけただけだもん。立て直したんだから納棺でーす。まあ次からはミスりかけもしないようにするけどさ。私そばのとこ足が震えて。なんでそれなら反省会が必要よね。早速カラオケにでも行くわ。小金ちゃん、だから抱きつかないでもらえる？祝賀会でもいいような気はするけど。でもまどっちにしろカラオケでしょ。予約入れとくーっと。ほらほら、ゆいかもさくやも早くんね。カラオケは待ってくれんとよー。